船木さん、ホテルの客室からです。少し暑いんで窓開けてお話しております。暖房が結構効きが良くてね、今も30度になっておりますから、ね、本日もお疲れ様でした。とね、結構ね、こちら風が寒いです。ちょうど今、ね、いい具合に風通しよくね、ちょっと暑かったので、ね、少し休んでおりましてね、この後私お風呂入ってお休みしますけどね、朝6時30分から朝食可能なんですがね、遅れればよろしいんですけどね。今日ね、部屋の変わりましたけどね、良かったですと。部屋の中の設備に不具合が生じまして、まあね、昨日もね、電車遅れたり、あ、2日前で、あ、そう、昨日です、2日前ですよね、もう。まあ、昨日ですね、今静か忘れちゃいます。昨日ですよね、そしたの今日2日目ですから、こちらのホテルね、最終こちらとですね、まもなく最終でございます。で、本日はね、目の前にスーパーありますけどね、20時、午後8時編でしたね、早めに、仕入れました。だけどやっぱり、食べ物はね、今一つでございましたね。悪いクレア、何気なつけ、あまり、まあ、味は美味しくなかったです。どこでもやっぱり同じですね、これは。四日市駅、このような感じです。私のお話ね、いつも動画ね、電車の BGM が結構ね、流れてるんで、BGM ね、もう発車44分ですね、最終の稲山温泉駅ちょうど発車いたします。まだ見えないような、中心ですがね、街の人通りは、これをね、もう引き上げてられますんで、もう少しお話しさせていただきましょうか。せっかくなんでね。今日いかがでした？大変だったとお察しいたします。お店ね、こちらの方はそんなに人はもう、そこそこはね、買い物の方いらっしゃるけどね、やっぱり少ないです。人口はね、多いんですがね、人は、まあ、少ないですね。バス乗りもほとんどね、本日は人をお見かけしませんでした。夕方でしたがね、まあ、場所にもお金のよるんだと思いますけどね、非常に人少なかったです。ね、電車は遅れてるようですね。もうこの動画ね、アップいたしますとき、やはり本日も
事故がございましたね。ちょうど名古屋線に遅れております。大阪線でのスリップにしょっちゅう行っていて、上り線、名古屋方面です。近鉄名古屋も約2時間30分です。まあ、2日続きでございます。事故。ねえ。最終もね、少し、発車、ありますね。連絡待ちでね、もう、本来は最終すでに出発しておりますけどね、44、こちらの電車ですが、5分遅れております。切断します。お休みご挨拶、最終電車出発後にね、一度ね、動画投稿させていただきます。もう日付変わっておりますけどね、一旦失礼します。